さかそんなことになるなんて、見て赤貝がおる私の大好き。え、どれが赤貝？どれよ。え、赤いの赤貝だって。見てください、赤貝。いや、少ないですよ、ちょっと。これ取り合いじゃないですか、大丈夫かな。え、確かに赤貝がなかなか見つからなかったって言ったんだよね。醤油とさ、ご飯だけど美味しくない？うまい。でもこれだけ食べてもいいってことだね。赤貝がなかなか見つからなかったって言ったんだよね。醤油とさ、ご飯だけど美味しくない？八からの番外編。はい、はい、ということでですね、はい、先ほど私のコーナーで恵方巻きを作っちゃうというコーナーがあったんですけど、はい、その恵方巻きに使用していた海苔が結構いいやつらしいんですね。やっぱいい海苔か、うん、まあ普通のそこら辺の海苔か、多分私一流芸能人なんで分かると思うんですね。そうなんですよ。そうですよね。まあやっぱね、スタダ背負っちゃってるから。スタダ背負ってるんで、スタダしたっけ、スタダスト、我らのスタダスト。そう、まあ、はい、なのでね、あのぜひスタッフさんからですね、はい、どっちがいい海苔なのかっていうのをね、はい、当ててもらいたいということで、こちらをご用意しました。でもさ、海苔って歯に詰まっちゃうか心配だよね。確かに。あ、いい匂いよ。あ、匂いから大事ですね。確かに。いい匂い。いきます。触り心地も。あー、海苔の香り。薄めですね。でもこうやって見ると、透けて見えると思うんですけど。光沢もある。うん。じゃあいただきます。紙みたいです、ね。いただきます。それ大丈夫なの？いただきます。あ、パリパリ。うん。うん。うまい。確かに。パリパリだ。うん、パリパリで美味しい。ね、しょうが味もするね。綺麗です。なるほど、これがあれですね。これが A さんです。A のさんですか？うん。私たち一流芸人なんで。一流。ちょっと待って。芸人なんすか？そんな。一流。かんちゃんいけないところだから。一流アイドルという気分でした。一流芸能人なんだ。やっぱわかります。じゃあ B 行きましょうか。はいはいはい。ありがとうございます、うん、やばい。でもどっちも美味しいんだろうな。こっちの方がなんか分厚くない？ほら、本当だね。え、わかんない。だって見た目の違いはそうないかもしれない。え、ある。え、でも結構ちょっと気持ち、ね、気持ちの方がさ、分厚いわ。いただきます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 。笑い方よ。いや、美味しい。あ、でもちょっと違うかもしれない。全然違う。全然違うけど。いや、後味が違くない？違う。最初が A。最初は A。OK。じゃあ A、B ね。じゃあ行きましょう。分かりましょう。せーの。せーの。今食べたやつでしょ？私は今食べたやつが高い方だと思っています。はい、なるほど。なぜかっていうと、うん、あの、ハリマさんが食べるときに、ふぅって。勢いが良かったですね。勢いが良かったんですよ。はいはいはい、すごいなんか肉を引きちぎるかのようにすっごいめっちゃ食べてたので、はい、私はやっぱこっちのような気がしてたので、でもね、私の理由言っていいですか？私こっち、あの後に食べた方と先に食べた方では、うん、色が違うんです ね、 そうね、確実にこっちも黒いんですよ、うん、で後に食べた方はあの私は野草だと思ってて、なんでかっていうと、これは我が家で食べてる方がするよ。私は私の取り出しよ。じゃあ海苔のファイナル、じゃあファイナルアンサーでいいですか皆さん。はい、そうですね。いいですね。はい、はい、正解はどっち？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 じゃん。何？なんでやっぱこれハリマさんの原因があるんじゃないですか。確かにハリマさんの食べ方が
一流みたいな食べ方もハリマさんもさ、なんでなんでよ、それなんだろ、三流だね、頑張っていこう、次目指すは四流さあ、ということで8からドン番組